ワルシャワゲット棄は、第二次世界大戦中の1943年4月から5月にかけて、ワルシャワゲットのユダヤ人レジスタンスたちが起こしたドイツに対する武装放棄である。第二次世界大戦が始まり、東ヨーロッパの諸都市がドイツ軍に占領されると、それらの都市で暮らすユダヤ人たちはゲットに隔離されるようになった。 しかし1942年から1943年にかけてナチス親衛隊はラインハルト作戦を開始し、ゲットーのユダヤ人たちを続々と絶滅収容所に移送するようになった。ワルシャワゲットーでも過酷な移送作戦が行われ、数多くのユダヤ人がトレーブリンカ絶滅収容所へ移送されて殺害された。ユダヤ人の追放が始まった当初、 ユダヤ人の抵抗組織のメンバーは会合を持ち、ドイツに対して戦わないことを決定していた。これはユダヤ人が殺されるのではなく、労働キャンプに送られるだけだと信じていたからであった。しかし、1942年の終わりには、追放というものが死の収容所へ送られることだとわかり、残ったユダヤ人は戦うことを決定した。 さらなる移送作戦を阻止するため、モルデハヤニエレビッツ指揮下のユダヤ人戦闘組織とダビド・アップフェルバウム指揮下のユダヤ人軍事同盟が1943年4月19日から5月16日にかけてナチスに対して武装放棄を起こした。反乱を起こしたユダヤ人たちは貧弱な武装と劣悪な補給にもかかわらず粘り強く戦ったが、最終的には ユルゲン・シュトロープ・ SS 少将を率いる武装 SS、ドイツ秩序警察、ドイツ国防軍などからなる混成部隊によって完全に鎮圧された。鎮圧後、ワルシャワゲットの住民ほとんどが SS によって捕らえられ、トレブリンカ、マイダネク、あるいは強制労働収容所へと移送され、ワルシャワゲットは解体された。なおこの放棄は基本的にワルシャワゲットのみの放棄であり、 この翌年の1944年にワルシャワ市内各地で発生したワルシャワ放棄とは別個の放棄である。1939年9月のドイツ軍のポーランド侵攻によってワルシャワはドイツ軍に占領された。ドイツ当局は1940年10月から11月にかけてワルシャワゲットを創設した。同ゲットの人口は最も多い時期で45万人であり。 これはナチスが創設したゲットの中でも最大であった。ゲットの環境は劣悪であり、移送作戦までに約8万3000人のユダヤ人が伝染病や飢餓によってゲット内で命を落とした。ポーランド総督不良内のユダヤ人を絶滅させるためのラインハルト作戦が1942年3月中旬からオディログロボクニック SS 少将の指揮のもとに実行された。 ワルシャワゲットでは1942年7月22日から9月10日にかけて最初の移送作戦が行われ、労働不能者を中心に約30万人のゲット住民がトレブリンカ絶滅収容所へ移送されてガス室で殺害された。この移送作戦により、ワルシャワゲットの住民数はせいぜい7万人になった。移送作戦が開始された。 直後の1942年7月23日に、月頭内の地下組織の指導者の会合があった。この赤城市オニストサハ諸政党は武装抵抗を主張したが、他の出席者は移送されるのはおそらく数万人程度にとどまるだろうと考えるものが多く、武装抵抗は、かえって全月頭住民を危険にさらすとして、反対論が相次いだ。結局7月28日に、 シオニストサファ諸政党だけで武装抵抗組織、ユダヤ人戦闘組織を創設したが、各政党は移送作戦から自らの組織を守ることに手一杯で他党と会合を持っている暇はなく、ユダヤ人戦闘組織も実際的にはほとんど機能せず、移送作戦に対して有効な抵抗はできなかった。 モルデハイ・アニエレビッツ移送作戦が終了した後の1942年10月末、ハショメル・ハアイルリーダーモルデハイ・アニエレビッツのもとに、改めてユダヤ人戦闘組織が創設された。一方、ウハシオニストの修正主義者たちも、独自に武装抵抗組織を立ち上げ、ユダヤ人軍事同盟を創設した。本格的に武装抵抗の準備が開始され、ゲット外から武器を購入するようになる。 まず国内軍など、月頭外のポーランド人レジスタンス組織と接触を図り、彼らから武器を仕入れようとしたが、ポーランド人の間にも反ユダヤ主義は根強く、大金を積んだにもかかわらず彼らがくれたものは、拳銃十丁だけだった。国内軍指揮官たちは、ユダヤ人に武器を渡しても、まともに使えるかどうか極めて怪しいと考えていた。結局ユダヤ人たちは、月頭の外へ抜け出て、 ドイツ軍から武器を盗んだり購入したりした、仲介人や脱走兵などから巨額の金を払って武器を購入することになった。1942年終わり頃にユダヤ人戦闘組織は彼らが退読協力者とみなしていたユダヤ人評議会やユダヤ人、月頭警察に対するテロ活動を本格化させた。月頭警察長官、ヤーコブレイキンやユダヤ人評議会経済局長、 イズラエルフィルストなどを暗殺した。これによりユダヤ人評議会とゲット警察のゲット内における威信は大きく低下した。1943年1月9日に SS 全国指導者ハインリヒヒムラー自らがワルシャワを訪れた。まだ4万人のユダヤ人がゲットにいることを報告されたヒムラーは、さらに8000人のユダヤ人を移送するよう命じた。 ヒムラーの命を受けて SS 警察部隊は1月18日から第2次移送作戦を開始した。これにより6500人のユダヤ人が移送され1171人のユダヤ人が殺害された。この移送作戦の際にユダヤ人戦闘組織はゲリラ戦による武装抵抗を起こした。ユダヤ人レジスタンスはドイツ兵に奇襲をかけては屋根図体に逃げた。 ドイツ兵に数人の死者が出たため、ドイツ当局は、月頭内をありに動き回ることができなくなった。やがて移送作戦は中止された。ユダヤ人戦闘組織の放棄はこれまで、武装抵抗に会議的だった月頭住民からも高く評価された。彼らは、第二次移送作戦が最初と比べて、小規模で済んだのは、ドイツ当局が武装抵抗に恐れをなしたからだと考えたのである。 アニエレビッツとユダヤ人戦闘組織を支持する月頭住民は急速に増え、それは月頭内で一種の革命政権となった。一方本来の月頭行政機関であるユダヤ人評議会はすっかり権威を落としていた。ユダヤ人評議会議長マレック・リヒテンバウムはドイツ当局からの命令に対して私はもはや月頭内に何の権威も持っていない。 権威を持っているのは別の組織だ。それはユダヤ人戦闘組織だと答えている。ユダヤ人戦闘組織はユダヤ人評議会を脅迫してその予算を吐き出させ、また、月頭住民の富裕層に高い税金を課すことで資金を集め、それを武器購入費用に充てた。国内軍からのユダヤ人レジスタンス組織への評価も上がったが、国内軍が ユダヤ人戦闘組織に対して新たに支給したのは拳銃50丁、手榴弾50個、爆薬その他だけであった。ウハシオニストのユダヤ人軍事同盟に対してはもう少し多くの支援をしたが結局のところ国内軍がユダヤ人レジスタンスに対して行った支援は最低限でしかなかった。放棄までにユダヤ人レジスタンスが確保できた武器は多くない。 数百丁の拳銃、若干のライフルとカービン、極わずかな機関銃、他には爆薬や火炎瓶や、手榴弾などであった。戦闘員の装備は拳銃と数個の手榴弾というのが通常であった。武器があまりに少ないため、志願兵の受け入れを中止した結果、戦闘員の数はユダヤ人戦闘組織とユダヤ人軍事同盟を合わせても1000人に満たなかった。 一方地下号に関してはかなり綿密に準備した。空調設備や電気設備も備え、数ヶ月は持ちこたえられる量の水、食料、医薬品が備蓄された。ドイツ当局がいつ最終的な移送作戦を行うのか、月頭住民にはわからなかったのでレジスタンス。戦闘員たちはいつ移送作戦が開始されても即時に武装放棄できるよう準備に当たっていた。 一般のゲット住民が隠れ家を作るのに、奔走していた1943年1月から4月の間、戦闘員たちは戦闘訓練に明け暮れていた。1943年4月18日に、ドイツ当局が武力でゲットを制圧して、移送作戦を再開するとの情報が、ユダヤ人戦闘組織に伝わった。直ちにゲットを全住民に警告を発するとともに、 地下号にこもって、戦闘準備を開始した。4月19日午前3時ごろ、ワルシャワ新英隊及び警察指導者である、フェルディナント・フォン・ザンベルン・フランケネック・ SS 准将、率いる2000人ほどの SS、警察部隊によって、ゲットーが包囲された。この SS、警察部隊は武装 SS の2個訓練、補充大隊、秩序警察の第22警察連隊に属する2個、 大体、トラブニキ強制労働収容所の警備に当たっていた、ウクライナ人民兵による一個大隊、それから、わずかな保安警察からの文献隊によって、編成されていた。武装 SS 部隊は、訓練不足のものや負傷から回復したばかりのもので、構成されており、また、秩序警察部隊の方は退役者や総督府、ポーランド警察やポーランド消防隊も動員されていた。 動員された戦車は、わずかな数のフランス製軽戦車のみであった。午前6時頃から、武装 SS 部隊が、集荷場に面したゲットを座面ホーファー通りに侵入を、開始した。ユダヤ人レジスタンスたちは、火炎瓶で戦車を足止めしつつ、武装 SS 兵たちに銃撃を浴びせた。さしたる抵抗はないと思っていたフォン・ザンメルンの部隊は、 予想外のユダヤ人の激しい抵抗に7時30分には改装した。放棄の鎮圧の指揮を取るユルゲン・シュトロープ、SS 少将同日午前8時にホーン・ザンメルン、フランケネックは解任されて、ユルゲン・シュトロープ・ SS 少将が新しい鎮圧部隊の指揮官となった。ヒムラーは、シュトロープに対して、ワルシャワ・ゲットでの仮集めは容赦のない決意とできる、限り冷酷な方法で実行しろ。 攻撃は強力であればあるほど良い。ここ最近の事例は、ユダヤ人がいかに危険であるかを示しているという命令を下した。しかし、シュトロープもこの日に戦況を変えることはできなかった。ユダヤ人レジスタンスの粘り強い抵抗の末、午後5時には、ドイツ軍は戦車1台と装甲車1台を失って、ゲットーから一時撤収し、この日の戦闘は終了した。これは、 ドイツ軍占領下のワルシャワにおいて起こった初めての大規模反乱であった。ゲットから次々と運び出されていくドイツ兵の死傷者たちを目撃したゲットウ外のポーランド人たちはユダヤ人にこんな真似ができるはずはないと考え、ポーランド軍の将校たちが指揮を取っているに違いない、ポーランド軍が抵抗運動を組織したのだなどと語っていたという。女性レジスタンス指導者、 チビアルベトキンはこの4月19日の勝利を最高の喜びだった。明日のことなど気にならなかった。我々ユダヤ人同士は奇跡だと小躍りしていた。手作りの火炎瓶と手榴弾に恐れを呪いて、無敵の勇者だったはずのドイツ兵どもが退却したのだと回想している。彼女の言葉にもある通りレジスタンス側の武器で特に役に立ったのは火炎瓶と手榴弾であった。 数が非常に少ないが機関銃も非常に役に立った。しかし拳銃はほとんど役に立たなかった。炎上するボリンスカ通りの建物のボリピエ通りの炎上する建物の前を通過する SS 兵たち煙で前が見えないのボリピエ通りしかしユダヤ人たちの勝利は4月19日だけだった。4月20日、ドイツ国防軍ワルジャワ上級野戦司令官フリッツ・ロッス・ム・少将の派遣した。 応援部隊がシュトロープの手元に到着した。この国防軍応援部隊は一個系、後射砲中隊と局車砲小隊を中心としていた。シュトロープは、ゲットーの建物に火を放って隠れたユダヤ人たちを炙り出す、焦土作戦に切り替えた。シュトロープは、非人間とボートを地上に炙り出すには、それが唯一の方法であったと日誌に書き記している。4月20日、ドイツ軍は、 火炎放射器を持って再び月頭への侵入を開始した。傾向射法と曲射法による月頭の建物への砲撃も行われた。4月22日までには月頭の複数の地域が炎上していた。ドイツ軍は月頭包囲を強化し、電気や水、ガスを完全に止めた。水がないため火を消すことはできなかった。レジスタンスたちは徐々に持ち場を放棄して、 地下号に撤退せざるを得なくなった。放棄開始から2周目には、地下号が戦闘の中心となっていた。ドイツ軍は一つずつ地下号を発見していて、手榴弾や催涙ガスを地下号に放り投げ、ユダヤ人たちが這い出てきたところを相当して、片付けていった。大多数の月頭住民は放棄に参加しておらず、ただ隠れていただけだったが、多くの者のが巻き込まれて、 建物の下敷きになったり地下壕で窒息死したりして死亡した。下水道から月頭脱出を図ろうとするユダヤ人が相次いだが、ドイツ軍側はマンホールを爆破することでこれを防いだ。拘束された月頭住民は集荷場に停めてある列車に乗せられて続々と移送されていった。月頭の外からの支援は限られていた。 しかし、ゲット外のポーランド人レジスタンス組織である国内軍と人民軍が全く協力しなかったわけではない。ゲットの壁近くで警備部隊を攻撃し、武器や弾薬を内部に送る努力を試みた。この武器、弾薬の支援を受けるためのユダヤ人側の交渉役は、逸ツハクツケルマンであった。また、 国内軍自身も4月19日から4月23日までの間、兵の外のあちこちで、ゲットーに侵入する試みで、ドイツ軍と交戦を行った。ヘンリク・イヴァンスキー少佐指揮下の国内軍の一部隊、パンズ・トボイ・コルパス・ベスピースト・ソンストアーは、ユダヤ人軍事同盟と共に、ゲットーの内側で戦い、最終的には、兵の外、アーリア人の領域へ撤退した。国内軍は、 ポーランド国内と連合国へ無線通信を介してゲットーのユダヤ人に関する情報と彼らへの援助を求める連絡を行った。ザブの一部のパルチザンと指揮系統の一部はポーランドの支援のもと運河を通り脱出した。イバンスキの行動が最も有名であったが、これはポーランドの抵抗勢力が行ったユダヤ人を助けるための多数の行動の一つであった。 捕虜のユダヤ人レジスタンスを尋問するマクシミリアンフォンヘルフ SS 中将。ヘルフの左後方はシュトロップ。捕虜のユダヤ人レジスタンスたちユダヤ人軍事同盟はユダヤ人戦闘組織より装備が良かったこともあり、ゲットの中心であるムラノースキー広場付近の拠点を長い期間持ちこたえて戦った。しかし4月27日の戦闘でユダヤ人軍事同盟指導者 ダビド・アプフェルバウムが負傷した。同日、ヘンリク・イァンスキ少佐率いる国内軍の部隊がゲットー外から地下道を通ってユダヤ人軍事同盟の負傷者の運び出しに駆けつけたが、アプフェルバウムはゲットーから離れることを拒否し、翌28日に死亡している。5月8日には、三輪18番地にあったユダヤ人戦闘組織の地下号がドイツ軍に包囲された。ガスダミア、 手榴弾や爆薬を投げ込まれ、ユダヤ人レジスタンスは次々と戦死した。生き残った者たちも、もはやこれまでと判断し、その日のうちに、お互いに銃を向き合って、集団自決した。モルデハイ・アニエレビッツもここで死亡した。二日後、数十名のユダヤ人レジスタンスたちが、ポーランド人共産主義者の協力で、下水道を通って、ゲットを脱出した。 その後も数個の戦闘部隊がゲットーに残り、戦闘を継続していたが、5月15日までには、戦闘は散発的となった。5月16日に、シュトロープは、もはやワルシャワに、ゲットーは存在せずと報告書を書いている。同日午後8時15分、シュトロープは、鎮圧記念にワルシャワシナゴーグを爆破解体させた。 ユルゲン・シュトロープ・ SS 少将の報告書によると、検挙されたユダヤ人56,065人のうち7,000人がゲットーでの作戦中に死亡。さらに6,929人はトレブリンカへ移送して殺害した。合わせて13,929人が命を落とした。この56,065人とは別にさらに5,000人から6,000人が火災で焼け死んだという。 しかし56,065人のうち死亡した13,929人を除く42,136人の運命については、シュトロープの報告書は全く触れていない。しかし別の証言や資料から見て、どうやら前田ネク、もしくはトラブニキや、ポニア島バなどの強制労働収容所へ送られた、ようである。もともと、労働不能者とみなされた月頭住民はとっくに、 トレブリンカへ送られて殺されていたのだから放棄の時点でゲットに残っている者たちはほとんどが労働可能者である。従ってほとんどが労働力として利用されたのであろうと考えられる。とはいえ結局この後にマイダネクで行われた収穫再作戦によって大多数は殺されてしまったようである。ドイツ側の損害についてシュトロープの報告書は 16名が殺害され、85名が負傷したとしているが、この数は日々の損害報告と全く一致していない。実際にはドイツ側ももっと多くの犠牲を出していたはずである。自軍の優位性を示すために損害を控えめに発表したものと思われる。とはいえユダヤ人側の損害の方が圧倒的に多かったことは間違いないと思われる。 拘束した月頭住民の尋問、身体検査ウクライナ人兵士に殺害された、ユダヤ人殺害された、ユダヤ人放棄の最中、拘束された月頭住民が移送のため集荷場へ連行される。1943年夏、新英隊経済管理本部長官オズバルト、ポール新英隊大将は、ワルシャワ月頭の跡地に、ワルシャワ共生収容所を設置させ、そこの囚人に、 ゲットーの破壊された建物の撤去作業を行わせた。2500人の強制収容所囚人と1000人のポーランの労働者が動員され、1年以上働いて建物の残骸や壁の撤去に当たった。ゲットーから逃げて隠れたユダヤ人の捜索も行われた。ユダヤ人をかくまったり支援したりする。 ポーランド人もいないわけではなかったが、多くの場合ポーランド人はドイツ当局に密告を行い、これによって多くのユダヤ人が捕まってしまった。ポーランドギャングもこの状況を利用してユダヤ人の居場所を血眼になって探し、見つけ出すと密告されたくなければ金を払え、と言ってユダヤ人を脅迫した。あの1944年に発生したワルシャワ放棄において、 ポーランドの国内軍の部隊、ゾスカはワルシャワ共生収容所より380人のユダヤ人の旅収を解放した。彼らのほとんどはすぐさま国内軍に参加した。わずかの人間はワルシャワ月頭放棄の際に地下道を通り生き延びてワルシャワ放棄に参加した。ワルシャワ月頭の英雄記念日ワルシャワ月頭放棄そのものは失敗に終わったが決して無意義ではなかった。 ナチスドイツの圧政に対してユダヤ人が初めて武器を取って抵抗したという輝かしい記憶をユダヤ人たちに残したのである。この記憶はユダヤ人民族国家イスラエルの建国に向けて大きな原動力となったのである。イスラエル建国後、ゲット放棄についての研究を行うロハメハゲタオットが同盟の器物に創設されている。また、ガザ地区北にある器物、 ヤドモルデハイは、モルデハイアニエレビッツの名前から名付けられたものである。しかしながら、日本においては、ワルシャワゲット放棄は、知名度が低い事件であり、しばしば1944年のワルシャワ放棄と混同されている場合もある。二つの出来事は、時間的にも異なり、全く目的が異なっている。前者のユダヤ人の放棄は、強制収容所での確実な死亡より、助かる。 わずかな望みをかけて、命をかけての戦いを選択したものであり、戦う能力があれば、最後の瞬間まで戦闘を行っていた。二つ目の放棄は、ポーランド人が自分の領土を取り戻すためのテンペスト作戦の一部であった。とはいえ、二つの事件の間に関連が全くないと言い切ることもできない。二つの暴動が同じワルシャーで発生したという点や、 ワルシャワゲット放棄において生き延びた多数の人間が、後のワルシャワ放棄で国内軍や人民軍の一員として戦った点から関連があるという意見も存在する。1970年12月7日に、西ドイツ首相であるビリー・ブラントは、当時共産党独裁体制下にあったポーランド人民共和国を公式訪問した際に、放棄の記念碑にひざまずいて哀悼の意を示した。 しかし、このことは、戦後の共産党独裁下のポーランド、人民共和国においてはほとんど公表されなかった。共産党独裁体制下のポーランドにおいては、ホロコーストやワルシャワゲットを放棄に関する事実はほとんど語られず、かろうじてゲットを英雄記念碑が建てられたぐらいであった。しかし、東欧革命によって、ポーランドの共産党独裁体制が崩壊すると、 ポーランドとイスラエルは国交を締結。1991年5月にワレサ大統領がポーランド大統領として初めてイスラエルを訪問し、イスラエル国会においてポーランド人の中にも反ユダヤ主義があったことを認めて謝罪を行った。ありがとうございます。